今開けるよ。よいしょ。確かな手応え。お待たせ。どうぞ入って。今日も安定の10分前到着だね。それは当たり前のようにやっちゃう君はすごいし偉い。とてもじゃないけど、私には真似できないな。その偉業を記録に残すべく、題して雨包みカノンのお家に10分前到着スタンプでも作ろうっていつも思うんだけど、まだ実現できてないのが悲しくも申し訳ないというかで、構想一瞬、実行長期、それがカノンクオリティだから泣けてくるよね。雨に濡れた君を拭くために持ってきたこのタオルは、私の涙を拭くためのアイテムに変わるかもしれない。カノンに涙は似合わない？俺がいつもお前を笑顔でいさせてやるって。なんて嬉し恥ずかしいことを。ありがたや、ありがとう。よし、君のおかげで涙は乾いた。お礼に当初の予定通り、雨に濡れた君のお体をこのタオルでふきふきしてあげる。あ、ダメ。君をタオルで拭くのは子供の頃から私のお仕事でしょ。ダーメ。なんで今更恥ずかしがっちゃうのかな。かわいいな。ほらほら、後ろを向いて、中腰になって。よしよし、観念したね。ふむふむ。髪。背中。お尻。後ろの方は大丈夫だね。じゃあ次は前。あ、姿勢はそのまま180度回れ右。うん、ありがとう。そんな見つめちゃやだ。恥ずかしくてよく見れないでしょ。やだからって おっぱいを凝視するのもダメ。え、そこに女の子の胸があれば見るのは男として当然。逆に見ない方が失礼？何が逆なのかわからないけど、ここは逆じゃなくて表でいいよ。じゃあ、逆の、逆にする？それは結局逆でしょ。もう私の欠点を利用したコーラー作戦は禁止だよ。君は昔からそうやって
私をちょっとだけ困らすんだから。でもその何倍も私を喜ばせてくれるんだけど。なんでもないよ。前も大丈夫みたい。だからお部屋に行こう。君のスリッパはいつも通り私の隣。それね、君の新しいスリッパ、それで5代目だね。私もそうなんだけど。うん、そうだよ。私はピンクで君は白、色違いのお揃いなんだ。色的に縁起がいいと思わない？これで君が私とのトランプ勝負に勝つ確率も上がるはずだよ。うん、君は私のお家に何しに来たのかな。だよね、君は私のお家に神経衰弱をしに来てくれたんだよね。なんだ、ちゃんと覚えててくれてんのに忘れたふりしちゃダメでしょ。一瞬本気で忘れちゃったんだと焦っちゃったよ。もうそんな意地悪しちゃう子に神経衰弱の神様は微笑まないよってことは、今日も私が勝っちゃうのかな。それでは本日もよろしくお願いします。ほら、君もしっかりお辞儀してくれなきゃ始まらないでしょ。礼に始まり礼に終わる、それは神経衰弱でも同じだよね。いつも通り最初は私からで行くよ。よーし、この勝負は私の神経衰弱500連勝という多分前人未到の大記録がかかってる大一番。これに勝ったら、どうしよう。どうしよう。そうだね、まだ私が勝つって決まったわけじゃないし。うん、500連勝記念の何かは勝ってから決める。君が勝ったら500連敗阻止記念として私が何でも言うこと聞いてあげるよ。じゃあカノンが勝ったら同じ条件でいいって。ふふ、言ったね。それじゃあ君の気が変わらないうちにゲーム開始。まずはこれ。ハートの7。そしてあー外れた、スペードの9。はい、君の番だよ。ダイヤのエース、
2枚目はスペードのエース。すごい、一回で当てちゃうなんて幸先いいね。わあわあ、今日はちょっと危ないかも。でも勝負はこれからだよね。よーし、かの頑張っちゃうんだから。クラブの3はここだよ。そこは違うよ。やった、連続カードゲット。6連続。これはもう完全に流れは私かな。では、サイコ、ハートとスペードのクイーンで終了っと。結果発表。15、16、17、18。私18ペアってことは、君は8ペアってことだね。君は何枚だったかな？やったー、勝ったー。この勝利をもって甘包みカノンは節目のなる500勝目を飾りました。うんうん、ありがとうありがとう。勝因はやっぱりハイですね。はい、あ、いや、もちろん神経衰弱ハイだよ。子供の頃から一途にやり続けたその積み重ねがこのような大記録を生んだのだと思う。もちろんそれにずっと付き合ってくれた君への感謝も忘れてないよ。こんな私といつも遊んでくれて本当にありがとう。これからもたくさんいっぱい遊んでね。でも私との約束は守ってもらうよ。使用部の世界は非常なんだよ。私のしてほしいことは、ね、そのね、簡単にわかりやすく言うと、してほしいことというか、したいことなんだ。私に君のお耳の中をきれいにさせてください。つまりは耳かきなの？本当？本当の本当にいいの？やったー。もし思いっきり拒絶されたらどうしようかと
ドキドキしてたとこ。それじゃあ準備しちゃうね。耳かきさんはどこだっけ。あ、違う違う。あとはティッシュだね。君は来ちゃダメ。私の準備が終わるまでテーブルに置いてるお菓子でも食べてなさい。お菓子もジュースもたくさんあるから、何でも好きなの食べていいよ。今日は長い夜になるしね。ふう、疲れた。一瞬だけぼーっとしちゃった。恥ずかしいよ。でも照れてるだけじゃ始まらないもんね。よし、君は私の太ももに頭をお預け、よろしい？わあ、笑うの禁止。ちょっと間違えただけじゃん。それに私の初めてなんだから、緊張はするものだよ。よーし、覚悟はいい？私はできてる。私のカノンの太ももに頭を乗せて、お耳が見えるようにして、それでいいよ。じゃあ耳かき始めるね。なでりなでりなでり。君の髪の毛ふさふわで、触ってて気持ちいいな。でもここはクセっ毛なのかな。流した髪の方向に逆らってミョンってなるからなんかかわいい。ではでは、私の初めての耳かきご奉仕始めるね。あれれ、なんか思った以上に綺麗。もう私の仕事を取っちゃダメでしょ。
の部分は溜まっちゃってる。これはお掃除の甲斐がありそうかな。よーし、よし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 。耳かき。イン。君の耳。大丈夫みたいでよかった。当たり前だけど、自分でするのと人にするのは違うから。少し怖かったんだ。私ね、いつも君に助けてもらってばっかりだから、少しでも君のために何かしたかったんだ。耳かき以外にもマッサージしたり、お背中流したりとか、いろいろと候補はあったんだけど、それはまだ恥ずかしすぎて、レベル高すぎて。で、それで、これ、耳かき。これか。もっともっと耳かきも上手くなって、それでいろいろとステップアップできたらいいなって考えてて、私は今後も君には神経衰弱で勝ち続けなきゃなんだよね。え、どうしてカノンはそんなに神経衰弱が強いのかって。それは秘密だよ。いくら私がおとろさんでも対戦相手に勝つ方法を教えたりしないもん。インチキなんてしてないよ。ただ、君のめくったトランプのカードを記憶するのが、私の唯一と言ってもいい特技なん。もう、バカバカ、誘導尋問はずっこいよ。危うくみんな話しちゃうとこだったでしょ。
ほんと君って子は抜け目ないんだから。でもそういう君に私はいっぱい助けられちゃってるからやめてとも言えないんだよね。そんな君が好きでもあるわけだし。君が好きっていうのは性格の話、性格の話。たいはないの。もうどうして君はいつもいつも急に。仮にこんな話、君だって困っちゃうでしょ。君が困らなくても私が困っちゃうもん。そのタイミングじゃないから。こっちは終わり、次は反対。ほらほら、向き直して。あ、こっちはさほど綺麗じゃない。やっぱりセルフ耳かきは難しいよね。でも大丈夫、そんな君のために私がいるんだよ。取れた。これは大きい仕事を果たしたね。Thank you.
のね。君さえよければこれからも君の耳かきしてあげるよ。任しておいて。君のお耳は私が守るなんて。私変なこと言ったね。ねえ、口数少なくなってきちゃってるけど、もしかして眠い？あらら、どうやらご名答みたいだね。いいよ、寝ても。神経衰弱は神経を衰弱させるゲームだからね。子供の時はまだ言葉の意味がわからなくて、神経衰弱って言ってたけど、大きくなって意味を知った時、うわぁ恐ろしやーって思っちゃった。神経を衰弱させるなんてただごとじゃないもんね。英語名だとメランコリー、直訳したら気が塞ぐこと、憂鬱みたいな意味だったかな。もし先に神経衰弱の意味を知ってたら、私は食わず嫌いならぬやらず嫌いしてたかも。だとしたら、初めて君の家に行った思い出も変わっちゃってたのかな。
寝ちゃったかな。起きてる？寝てる？かわいい寝顔だな。起きた？すごーく心地よさそうに眠ってたよ。こうやって髪を撫でるとね、君が私の太ももにお鼻をスリスリってしてくるの。なんか子犬さんみたいで可愛かったよ。ちょっとくすぐったかったりもしたけど。あ、もう膝枕いいの？え、それより帰らないと？帰っちゃうの？今日はてっきりお泊まりしていくと思ってたけど、違う？もう、君の分のご飯もあるし、お風呂も沸いてるしだし、着替えは大丈夫。こんなこともあろうかと、あったらいいなと、君のご家族様から君のパジャマをワンセット拝借しておりましたです。それでもダメ？今日はパパもママも帰ってこないの。君がいなくなったら私一人なんだよ。一人は寂しいよ。本当？やったー、やったやったー。君と一緒にお泊まりなんて何年ぶりだろうね。もう時間も時間だし、私ご飯の準備してくるね。ゆっくりに見えるかもだけど、これでも急いでる。最高マックス。ラララ。今日は楽しいお泊まり会。ねえ、起きてる？君も寝れないの？
私と一緒だ。私が眠れないのは君のせい。同じように君が眠れないのは私せい。ごめんね、一緒のベッドで寝たいなんてわがまま言っちゃって。本当にダメそうなら君は隣の部屋で寝てもいいよ。私のこと考えてくれてるんだね。嬉しいな。ぶっきらぼうに見えるけど、君はいつも私のそばにいて優しくしてくれるよね。お互いちょっぴり大人になっちゃったけど、君のそういうところは昔のまま。ねえ、あの時のこと覚えてる？小学生の頃、私がお家の鍵をなくして入れなくなってさ、パパもママも夜まで帰ってこなくって、雨の中私は玄関の前でうつくまって泣くしかなかった。そんな私に声をかけてくれたのが君。あー、何？入れなくなった？じゃあうち来るか？ってぶっきらぼうな言い方だったけど、うずくまる私に手を差し出してくれて、それで君のお家で神経衰弱したんだよ。だからこうして雨が降るたびに君に優しくしてもらったことを思い出す。今日みたいにいつも。君は好きな女の子いるの？いないのならちょっと相談したいんだ。あのね、実は君のことすっごく好きな女の子がいてね、その子を紹介したいなーなんて。紹介がダメなら、あれ、ブゼレン、違う、プレゼン、絶対君もその子のこといいなって思わせる自信がある。ようなないような、とにかく明日話を聞いて。
今はダメだよ。こっちにも心の準備っていうものがあるし、君に絶対気に入ってもらいたいから、ここは慎重に行きたいとこなの。もうこの話はおしまい。また明日ね。明日。別にいいよ。君がその子のことを気に入ってくれたら、私は最高だよ。私のそばに来なきゃダメだよ。おはよう、しない。もう、私は朝に弱くないよ。君にいいこと教える。朝に弱い人が早く起きちゃうんだよ。朝の天気？時間？に負けちゃって目が覚めちゃうの。
私は朝に強いから、天気や時間に左右されなくなく、こうして眠ってられるのだ。くすぐられても起きないんだから、すーや。優しく起こしてくれてもさ、ちょっと手つきもエッチっぽかったし、私の以外の女の子にやっちゃダメだよ。え、こんなことカノンにしかできない？ありがとう。私顔を洗ってくるから。昨日の相談の話はなかったことにしてほしい？なんて？昨日はいいって言ってくれたのに、どうして？私と遊ぶのが楽しい？君がそう言ってくれるのは嬉しいよ。でも私はそれだけじゃ嫌で、君ともう少し込み入ったというか、深くお付き合いしたいの。なんでそういうこと言うの？私ちゃんとアピールしてるよ。なのになんで君は、どうして？もういい。ここは一つ君と勝負する。今からやる神経衰弱は特別ルール。私は同じ数字のダイヤ、ハート、クローバー、スペードを全部当てないとそのカードを取ることができません。
そうだよ。君が先にペアを取ったら、もう私はその数字を取ることができないってこと。私は4枚連続で当てないと取れないって、そういうルールだから。君が勝つかどうかはやってみないとわからないよ。私が勝ったら昨日の約束は守ってほしい。君が勝ったら昨日の約束はなし。それでいい？勝負成立だね。私、今回の神経衰弱はいつもよりいっぱい、たくさん、ものすっごく頑張る。絶対に聞いてほしいから。私の思い。確認終わり。私が取ったトランプの枚数は28枚。君は？君は24？カノン28、君が24。じゃあ勝負はカノンの勝ちでいいんだよね。なんで手加減したの？そんなの嘘。昨日言ったよね。私は君のめくったカードが何なのか覚えるのが得意って。それってつまり君がわざと間違えたかどうかも分かっちゃう、そういうことなんだよ。途中まで君は真剣。私今日は負けちゃうって思った。わかんないな。君は私から気になる女の子の相談を聞きたくなかったはずだよね。今回の神経衰弱をやったのはそれが理由だし。でも君は私に勝ちを譲った。なんで？途中で心変わりしちゃったの？私じゃない、女の子と仲良くしたくなっちゃった。こんな時に頭くしゃくしゃするの反則。そんなんじゃごまかされないもん。きちんと説明
して。カノンが紹介した女の子には、ごめんなさいと断るつもりだった。だから、カノンに負けてやってもいいって、そう思った?じゃあ、君がわざと負けたのは、私じゃない、他の女の子の紹介を受けるためじゃなくて、断るためで、私の顔を立ててくれたって、そういうこと?すごく一生懸命なカノンを勝たせてあげたくなった。それで私の紹介する女の子には、俺はカノンがいるから付き合えないって言うつもりだったってこと?嬉しいけど、まだ心からは喜べない。君の気持ちをきちんと知りたいし、私の思いも聞かせたい。ちょっと待って。一時緊急避難。深呼吸。すーよし。改めまして、こんにちは。雨包みカノンです。私の紹介したい女の子は、私、雨包みカノンです。ここまで言ったらわかるよね。君を気にしてた女の子は私。今日みたいな雨が降る中、君に声をかけられて、トランプで神経衰弱で遊んでから、雨も神経衰弱も、君も好き、大好き。好きな時間、場所、人を、これからもずっと、もっと好きになっていきたい。だから、その、これからの時間を、これまで以上に、君と一緒にいられるように、私の恋人になってください。いいの?
何やっても人より遅い。君限定の神経衰弱と、君のことが誰よりも好きなことしか取り柄のない私で、本当にいいの？信じられない。私が君の恋人なんて信じていいんだよね。これって夢じゃないんだよね。やった。じゃあ君と恋人同士になれたら、やりたかったことしてもいいかな？目を閉じて。君と恋人になれた喜びの初中、これからは神経衰弱で勝った数よりもいっぱいチューするからこれからもずっと仲良くしようね。楽しかったね君も喜んでくれてよかったね。雨の日デートもなかなかいいでしょ。こうやってお気に入りの傘で君とあいあい傘できちゃうし、雨の日はみんな外へ出るのを遠慮しちゃうから、いろんなデートスポットが行きやすくなるし、少し見方を変えれば雨ってとっても素敵なもの。それを君と共感できるのがとっても嬉しい。雨のいいところもう一つあった。ちょっと君のお耳を貸して。こうやってかさを前に少し出して、他の人に私たちの顔が見えなくなるようにするでしょ。そしたら、不意打ちのほっぺにチューから、びっくりした顔で私を見てる君に、もう一度不意打ちのチュねえ、私が雨が好きな理由わかるでしょ。この発見はね、
私だけじゃ見つけられなかったんだよ。君がいてくれたから、君が私の彼氏になってくれたから見つけることができたの。幼なじみの甘包みカノンじゃできなかった。これからもずっと仲良しでいようね。私の彼氏になってくれて本当にありがとう。大好きだよ。